鹿児島行きのお客様にご案内します。サラストエア77便、並びに ANA3777便、定刻15時15分発鹿児島行きは、使用する飛行機の到着が遅れたため出発が5分遅れます。新しい出発予定時刻は15時20分。鹿児島空港への到着予定時刻は17時15分です。お客様を15時10分頃から飛行機へご案内します。またこの便では事前改札搭乗終了後、保安検査証を認証されている搭乗順のグループ番号にて飛行機へご案内します。はじめに優先搭乗としてソラシドファーストメンバーズグループ1番 ANA ダイヤモンドメンバーのお客様、続いてグループ2番スターライアンスゴールドメンバーのお客様をご案内します。グループ2番ご案内後は機内での混雑を避けるため、グループ3番のお客様より順番に飛行機へご案内します。ご搭乗前に保安検査証のグループ番号をご確認ください。飛行機は皆様のシートベルト着用後に動き出します。そのためお化粧室は搭乗前にご利用ください。本日はお急ぎのところ飛行機へのご案内並びに出発が遅れることをお詫びいたします。鹿児島行きのお客様に事前改札のご案内をします。11歳以下お子様連れのお客様、ご妊娠中のお客様、ご搭乗に際し係員のお手伝いをご希望のお客様、ソラシドファミリーサポートをご利用のお客様は54番搭乗口前方までお越しください。続きまして鹿児島行きは優先搭乗のご案内をします。ソラシドファーストメンバーズ ANA ダイヤモンドメンバーのお客様、54番搭乗口よりご搭乗ください。続きまして ANA プラチナスーパーフライヤーズスターライアンスゴールドメンバーのお客様をご案内します。どうぞご搭乗ください。お客様にご案内します。ただいまから鹿児島行きはグループ3番のお客様より飛行機へご案内します。グループ番号は搭乗券並びに保安検査場でお渡しいたしました黄色い検査証に記載されています。グループ番号をご確認の上ご搭乗ください。本日は使用機到着遅れに伴い皆様の飛行機へのご案内並びに出発が遅れておりますことをお詫びいたします。グループ5番のお客様、大変長らくお待たせしました。鹿児島行きはグループ5番のお客様を含む全てのお客様を飛行機へご案内します。機内混雑緩和にご協力いただきありがとうございました。本日は使用機到着遅れに伴い皆様の飛行機へのご案内並びに出発が遅れておりますことを重ねてお詫びいたします。ご搭乗の最終案内をいたします。ソラシドエア鹿児島行き15時15分発77便、ご利用のお客様は搭乗口54番からご搭乗ください。なお当便は ANA3777便との共同運航便です。 This is the final call for Solaseed Air Flight 0077 for Kagoshima.Passengers on this flight should be on board through gate number 54. This joint flight combines ANA flight 3777.